が終わりましたね。ね、なんか知らん間に出国のシステムがすごい発達してた。登場待ちですね。もうすでにヘトヘトです。やっとアゾティエル荷物から解放されましたね。身軽に疲れましたね。あとはじゃあ機内、やっと機内に入ったね。これから11時間ですか。11時間でまずカタール、ドーハでもまだ61時間始まっていません。これから61時間かけて出発、これが飛行機が飛んでから61時間で着くのね。こんなに疲れてるのにまだ旅は始まっていません。やばドーハではどんな顔をしているでしょう。上の着いた頃にはもう死んだ顔だね。アイトは後ろ、ね、どうぞ。では自動派ですね。めちゃくちゃ綺麗。よく寝た後の顔してね。あと意外と全然暑くない ね。暑くないですね。でも寒くも、私半袖でちょうどいいかも。休憩スペースを探しに行きましょう。1時間の暇つぶしの、これ何ご飯なんだろうね。朝ごはんかな。これ朝ごはんじゃん。2回目の朝ごはんだね。機内で朝ごはん食べたから2回目の朝ごはん。そうと思いね。まだまだ待つよ。アフェさん、はい、暇ですね。暇。ここのだっけ、クワイエットルームに到着してもう6時間ぐらいですね。もっとか。今何時ですか。今12時ぐらいかな。着いたのが夜中の3時半頃。あ、9時間いますね。暇ですね。暇です。ストレッチも一通りしたいけどね。これは一通りしてないから。あ、本当。じゃあどうぞ。ではアルシャーエンティバーエスパルアンニアユーシャーアダムテルクルハカエブフィアルティマタールドゥナムラカバー島だから2回目の空港探検。今回は中心地から中心地を越えて端まで行こう。浜戸空港の端を目指そう。広いらしいけど時間はいっぱいあるのでね。多分これがカタール空港のメインだよね。このランプとテディベアが。テディベア。ではスーパーカー。これが抽選で当たるやつやな。抽選で当たる。すごいいっぱいさチケットが。タグホイヤーって書いてある。ゴールド。ゴールド屋さん。ゴールドがさ。ゴールドといっても24金22金。黄色いよね。黄色い。ピカピカ。ピカピカですよ。重そう。さ重そう。値段が書いてないからね、怖いよね。値段は分かんないけど、グラムが書いてあるから。そうそう、多分。グラムいくらってことなの。デザイン関係ないんだろうね、重さで。あんまり関係ないかも。これ素材を買う感じだね、本当に。うん。でなんか。余計な石とかあんまついてない。カタール雑貨は奥の方に。ランプとかね。そうそう。アラジンみたいなランプだった。ほらラグジュアリードローズ当たるやつね。これ投票してんのか。これ入れて買って入れて、あれがこの紙を買って書いて当たったらお家に届く。お家にこんなん届いたら困っちゃうな。いやーすごい夢あるじゃん。お家にこれ届いたら斜め金止めになっちゃう。すごくない。絶対ちゃんとしそう、フォルムを見せないといけないからちゃんと。浜戸空港の果てはとても遠そうだね。
いやー結構歩くねこれは。これはリラックス屋さんもあるよ。サムスン。サムスンね。お花が。体操座り。おお。よくわかんないオブジェがいっぱい。ここ乙女チックカフェに全然人気ない。人がいない。美味しくないな。空港の果てに来てみた。なんだろう。ミッキー？なんだろうこれ。でもなんかピエロ？でかいね。これはでかいよ。うわあ。売店があって、なんか金色の何かが浮かんでる。これが果てか。いやつってもさ、あれ多分ラウンジだよね、2階のあれ。あのラウンジが果て？多分そうじゃない。でもさ、まだまだ向こうにもさ、あでも We are open ってなんか書いてあるね。向こうにも奥行きあるしさ、下もなんかある。下フードコート、あフードコートだって。下のフードコートさ、遠すぎて誰にも存在知られなくてめっちゃ空いてるやん。ガラガラだよ。ちょっと見に行く。玉が連なってます。玉たちが。ラスペロタス。ドームですね。ここが多分果て。まあだいたい果て。しつこいですね。しつこいだろ。そうだよ。しつこいんですよ、この人。適当な答えじゃ許さない。みんな気をつけてね。本当だよ。丸の内だっけ？丸の内。超でかいチェスが。クリスマスも。師匠に勝てるといいね。いつか絶対ボコボコにしてやる。あと8時間。あと2時間で出発です。